横になるは一口歴史動画です。歴史ネタを一口な時間で紹介する動画です。今回は三国志と三国志演義をつないだ中国歴史学の祖廃少子について学びたいと思います。誤読や表示できない見苦しい字があると思いますがご容赦ください。それではどうぞ。使徒はかつて帝王のためのものでした。皇帝が自らの出自を正当化するための儒学の方法の一つが歴史だったそうです。歴史を儒学から解き放ち学問に再構成した人物として廃少子を取り上げたいと思います。廃少子裴松之は東晋の372年夏唐会期に生まれました。彼の家は文官の家系で祖父の前は東晋の高禄大夫を務め父の系も松陰下郎についてました。その教育もあって8歳には論語を収めたとされ20歳に皇帝司馬用に仕え殿中将軍に就任します。東晋は西晋の後を受けかつての後とほぼ同じ地域に作られた国でこの頃には暗君が並び国家は衰亡の一途をたどっていくところでした。そのような中院外の三鬼次郎次いで五賢の少将として地方官となっていた時に東晋は滅亡後を継いだ劉宗の文帝によって国史博士となりその才を生かす時が来ました。ある日文帝は少子を呼び出し三国志は淡泊であり不足であると問います。少子は文帝の調査の命を受け書庫にこもり資料を漁ります。参考にした資料は200を超えると言われ魏の文帝が書いた天論孟獲の七十七禁が書かれた歌謡国史食性討論を書いた感心春秋などが一例であります。春秋とは思想論を含めた歴史書で略同様歴史書によく使われる文言です。少子は上層の中で史料批判による歴史考証について述べておりその方法を資料の空白を補う補欠本文と異なる説を引く B 資料の誤りを正す調毛史実と資料の関係を洗う論弁の4つの方法を挙げてます。今回参考文献にあった例が良かったので例に挙げますと食諸葛亮伝に劉備が諸葛亮を尋ねた3個の例がありますが義略には諸葛亮が劉備に売り込んだとあります。廃少子はこの2つの説を並べた上で信憑性の高い水死表より諸葛亮伝が正しいと結論付けてます。いくつかの資料から資料の信頼性を考証するこれを内的資料批判と言います。また三国志正史が淡泊であるという点は作者の置かれた環境が関係していると言えます。例を挙げると正史には聖域に関する記述が少ないんですがこれは聖域における功績は司馬一族に対抗していた義の宗臣によるものがあり司馬一族に仕えた陳寿は立場上取り上げられなかったと少子は考え他の資料で補いました。資料の出どころから資料の価値を考えるこれを外的資料批判と言います。学校の講義で習った方もおられるかもしれませんが資料批判は歴史学の重要な作業です。廃少子は資料批判を確立した歴史学の先駆者と言えるでしょう。こうして彼は廃少子中三国志を完成させるに至りました。最後に彼の資料への接し方ですが批判から入るためか内容が偏っているや文章が未熟という評が多かったようです。その中で御所に対する論評に尊敬の評価を疑うものがあり彼の人となりがうかがえます。また以前長雲被害者の会という動画を作りましたがこの元となった長雲別伝も廃少子が掘り出したものでこうして動画が作れるのも彼のおかげです。彼はこの後各地の大使を歴任後宮中のご意見番として生を終えます。彼の仕事は実を結び後世の歴史研究の手本となりまた千年後に三国志演義として物語化されました。
三国志を読むときは彼のことも思い出してみたいです。いかがでしたでしょうか。今後も歴史の隙間を一口な動画で作っていきたいと思います。チャンネル登録等をお願い申し上げますが、末裔の方のコメントもお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。